きげんよう。またのごひいきに。さあさあ、準備できたよ。私たちなら敵なしね。ノーブルブレイズ、この調子ね。さあ参りますわよ、ミリオンフリップ。剣に名乗りし光よ。テーマ一転、キープです。私たちなら敵なしね。ノーブルブレイズ、キープです。さあ参りますわよ、ミリオンフリッピング。剣に名乗りし光よ。テーマ一転、私たちなら敵なしね。ノーブルブレイズ、この調子ね。さあ参りますわよ、ミリオンフリッピング。剣に名乗りし光よ。テーマ一転、キープです。私たちなら敵なしね。ノーブルブレイズ、キープです。今は本気です。さあ参りますわよ、ミリオンフリッピング。剣に名乗りし光よ。テーマ一転、日野さんと一緒なら。いろいろはかどりますね。光よ。テーマ一転。
私も力になれたかしら。トエスさんには空間のいろいろな初めてを奪われてしまいました。これからもいろんな初めてを経験させられてしまうのですね。私たちなら
ノーベルブレイク。さあ参りますわよ、ミリオンフリッピング。私も力になれたかしら。秋野さんのおかげね。光よ、
丈夫？怪我してない？行きましょう。ごひいきに。やってみます。さて、ご注文をどうぞ。
導きます。楽しみだな。誰もお笑いは求めてないと思うわ。冗談抜きで絶対食べちゃダメ。これでギルド管理協会から依頼をもらえなくなったら美食殿の今後に関わってきちゃうもの。シェフィーちゃん、そんな真顔で返さなくても。ペコリーヌ様、一度何か食べませんか。ここの魔物は食べられませんが、それでも私たちは美食で持ち込んだ食材でも十分美味しいものを作れるはずです。コッコロちゃん、そうですね、食べ物は魔物だけじゃないです。よし、それじゃあ料理のための焚き火を起こします。パパパーンと。空から魔物が焚き火を狙って突っ込んできたようですが、この前私たちに食べられようとした魔物ね。体に火が燃え移っちゃってるけど。焼き鳥の匂い、魔物だけじゃない。でも美味しく魔物を食べるチャンスを逃すわけにはいきません。いけません、ペコリーヌ様、美食殿の信用のためにもどうか。ああ、言ってしまいました。完全に食欲に負けたわね。まったく、急いでペコリーヌを捕まえましょう。引きずってでもここから逃げ魔物が羽ばたいて嵐を。逃がすつもりはないということですか。そういうことなら嵐を止めるのが先ね。ペコリーヌさんのため、美食殿のため、一旦魔物に集中しましょう。見るがいい。火の化身の降臨だよ。ぶっ飛ばすわよ。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。どうせ
したみたいね。じゃあ次はペコリーヌさんを確保。ペコリーヌさん、どうして魔物の方へ走って。ペコリーヌ様、まさか魔物に何かするつもりでは。当然です、早く処置した方がいいですから。処置ってもしかして食べるための下処理？ダメよペコリーヌ、謝れないで。それ包帯？はい、焚き火の中に飛び込んだ時の火傷がひどいので応急処置です。食べるならともかく、食べないのなら無駄に命を失ってほしくはないですからね。なんだ、食べるつもりじゃなかったのね。焼き鳥の匂いですっかり食欲に負けちゃったのかと思ったわ。正直さっきまでは負けてたと思います。でもみんなが必死に私を止めてくれた。その声を聞いていたら食べちゃダメだって思い直せました。私確かに美味しいものが好きで魔物も食べますけど、それで美食伝がなくなっちゃうなら我慢できます。これから先みんなと食べる美味しいご飯のために。ペコリーヌ様そうですね、今回はお預けですが、調査を終えて帰ったらたくさんご馳走を食べるといたしましょう。生態系調査もあらかた終わりましたね。はい、驚きの調査結果でございましたね。まさか本当に一定数の生き物が捕食者に食べられに行く習性を持っていたとは。本当に珍しい土地です。確かにそうね。あ、珍しいといえばさっきの魔物も希少種だったみたい。図鑑を見る限りだと珍味として有名らしいわよ。なんでもあの魔物の肉を一口かじると、いろんな生き物の肉の味が一気に口の中に広がるんですって。極上の美食って書いてあったわ。想像できないわよね。珍味、食べてもらいたがるだけでなく美食だったんですか？
しかも極上の。そんなの、そんなの、私、私、もう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 ダメです。我慢できません。あ、ちょ、ま、ペコリーヌ、ずー、結局食欲に負けてんじゃないのよ。私が油断してあんな話をしたから。お願い待って、ペコリーヌさん。いろいろはかどります。